例えばいろんなところにいろんな県民性って感じるもんがあるけど、僕不思議やなと思うのは、例えば土佐ね、高知なんか行くと、もうね15分も経ったうちにね、まあわしは土佐の人間やきねとかって言うて、その土佐の人間やきねっていう、それがね、なんかあの幕末の時に大きな仕事を成し遂げた土佐藩の人間は、その自分の私利私欲だけで生きちゃいかんぜよみたいなね、だからその天下国家のためにその命を何に使うかかよみたいな、そういうこうノリというか、そのなんかほんの200年ね、150年か200年か前のあの幕末の頃の何か血みたいなものが絶対自分の中に流れているとか、その DNA 絶対自分は受け継いでいると、するならば、その単なる金儲け以上の何かしらというようなことの話が絶対いつも出てくるんですよね。でそれが色濃く出てくるのが、この令和の時代になっても高知の人と山口の人と、やっぱり鹿児島の人たちはね、これを露骨に出すんで、僕